そうそう、忘れるところでしたが、これも先にお伝えしておきます。私は高校生という将来のための準備期間において、スクールアイドル活動は無意味であると考えています。私が生徒会長になった暁には、スクールアイドル同好会の廃部を検討するつもりです。皆さんにはそれぞれの適性に合った部活を紹介させていただきますので、ご安心ください。通科1年の三船しおり子です。質問があるのですが、スクールアイドル同好会が行う発表とは何でしょうか？それなら私も調べたことがあります。みんなの夢を叶える場所、素晴らしい理念だと思います。学園の生徒の皆さんにとって良いイベントになるのなら、私もお手伝いしてみたいです。ぜひお願いします。